どうもシャーペンです。今回はヒロアカコラボ第2弾絶賛開催中というわけでして、皆さん楽しんでますでしょうか。で、交流も発表されているものは全て終わりまして、で今日が初の始まってから週末土日ですね、まあ、というわけなんで、ここでもう腰を据えてやっていくぞっていう方もいると思うんですよ。なので、まあ今回はこの動画でまずはおすすめ運曲ですね、絶対に作るべきヒロアカコラボ第2弾のキャラクターの運曲を紹介していこうと思います。で、毎度のことながら注意書きなんですけども、そもそもまずコラボ運曲は全部作った方がいいです。時間があるんだったら、まあ期間限定でこれが終わっちゃうともう作れないですし、こういう復刻がないと、まあ今回みたいに2弾があるとね、いいですけども、やっぱり第3弾以降って結構稀ですし、今回で終わらせておきたいと。で、今仕事なくてもいつか突然仕事もらってくるということがもうすぐあるんで、この際作っておこうということですね。まあただその中でも本当時間がなくてそれ作れねえよっていう方に向けて、まあこれだけは作っておこうっていうものを紹介していこうと思います。で、評価として一応簡単に書いておきますけども、まあ強さやら作りやすさも含めての1個の評価ですね。 SAB で、まあ、3段階なんですけども、まあ、S は本当優先の高い、もう最優先レベル。で、A はそこそこ。まあ、B は本当に後回しでもいいって感じですね。動画やっていきましょう。まず、ジェントル&ラブラバー。まず、アビ対応がワープ魔法陣対応でして、デクと共通してますね、今回の。回になったデク。そこと共通してまして、しかも貫通の SS ターンチャージなんで、これでサポート適してますね。味方の SS を早く打たせることができる。特にデクとは本当相性いいですね。で、注目が SS なんですけども、実況化に加えて、触れた敵をスピードアップさせる。まあ、加速不要ですね。まあ、それで触れた壁全てに加速壁展開ってもので、本当にガチャゲン並みの SS ですね。これなんかターン数を3ターン継続するらしくて、まあ、自分含めてですけども、まあ、後続2人のキャラクターの火力を底上げできるんで、まあ、ちょっと優秀すぎる SS ですね。で、かといって友情コンボそんな悪くないですし、その味方の時間殴り能力を大幅に上昇させる SS で、唯一無二の活躍と言っていいほどのことができる場面がありますね。これ最優先運曲です。で、クエストに関しても直ドロクエストなんで、毎日1回クリアしたら、多分今日からでも間に合うはず。あと、ちょっと間に合うかもしれないんで、で、1日1回クリアプラスアルファぐらいでやってたら終わるんで、直ドロクエストは。これ絶対やっときましょう。続いて、ノーム。まず、アビ対応が地雷ワープブロックっていう、まあ、結構出るギミックなんで、高い汎用性を持ってると言えますね。で、パワー型なんで、この高い攻撃力に、友情コンボコピーでして、このコピーは、パワー型の減衰を受けないと、コピー自体ゼロなんで、まあ、結局コピーされる側の友情コンボが、どうこうって話なんで、これ噛み合った組み合わせなんですよね、パワー型のコピーって。で、SS はまあ動けないですけども、弱点に向かって打てば、数百万の火力を出してますね。まあ、特に防がれることもなく巻き込めると思うんで。まあ、この幅広い浴びたいように高い時間の限り能力とコピー友情ってもので結構ソロ向けじゃないかと思ってますね。割とまあ味方次第のとこあるんで、割と運一で周回するときに起用したくなる性能。で、次がオーバーホールの通常進化の方ですね。まあ、タビアビリティは地雷のみなんで差別化を図ってるとは言えないですね。貫通の回復っていうのは結構安定しますけども。で、SS 自強化と追撃ですね。まあ、こんな感じで補完的に巻き込めますし、特に今引いてくる部分少ないんで、基本的にまあもう一方の進化にした方がいいと思いますね。まあ、一応作ったら猛暑力の足しになりますし、まあ、埋水の状態異常回復ブラストってのは結構少ないと言いますか、降臨だったら初だったと思うんで、もうその辺信じて作ってもいいと思いますけども、まあ、スライドできますから、よっぽどもう一個の方がいい。で、そのもう一個の方が解放進化の方ですね、こちら。ダメワープの使用対応にアジンキラーとドレインの回復って感じですね。で、これで捨てが高いんですよね。すごくないですかこれ。なんか、ガチャゲンかって言いそうになったんですけど。まあ、それが捨ては結構良くて。で、割と殴れるんで、ドレインにも活かしやすいですね。回復しやすいっていう。ハマったら一気にいける。で、SS はさっきと一緒ですけども、あれよりは火力上がってまして、まあ、同じく敵を巻き込んで殲滅することもできると。まあ、とりあえずこの浴び太陽から行って18国ですね。あそこではかなり状態上回復ブラスターも働いて、割とガチャゲンに紛れて、上位鉄製取れるんじゃないかなと思ってます。で、他のクエストでは、まあ、友情火力はないに等しいんで、ちょっと使いづらいかもしれないですけども、まあ、単純にダメワープで対応多いですし、たまに今状態異常に関して、激臭とかあるんで、なんかまあ、かゆいところに手取れてくれそう感はありますね。まあ、若干クエスト歯応えと言いますか、癖があるクエストだったんで、難しいかもしれないですけども、まあ、期間まだありますから、価値はあるんじゃないかなと思います。で、こっから UA コイン勢ですね、引き換えられるキャラクターなんですけども、当型ミリオ。まあ、スワビでワープブロック対応してまして、動きやすいですし、それにしかも反射の連撃キラーですね。まあ、壁カンカン強いっていう、まあ、敵と壁の間でカンカンするクエストだと、かなり火力を出せると。まあ、ちょっと分身弾は火力、不安定なんで、いいとは言えないですけども、まあ、たまに仕事しますし。あと SS は新しいですね。壁すり抜け SS であるんですけども、すり抜けるまで貫通するってものでして、まあ、いろんな場面でカンカン狙いやすくなったっていう、まあ、ちょっとたまにどっか行きますけど、この SS の宿命ですね。まあ、そんな感じでさっき SS がクエストだったら高い時間の限り能力発揮できますし、
まあ、無料含んだ3体の UA コインは本当に作りやすいんで、その点数もあって、この評価ですね。2、30分、まあ、そんなにいらないか。まあ、そんぐらいあったら絶対運極できますし、それでね、この性能ってのは異常ですね。いい意味で。で、次が波動ねじれ。まあ、スワビ地雷重力対応に減速株対応を持っているっていう、僕は現代版クリバタアビリティって見たんですけど、まあ、単純に対応が多いものですし、友情コンボがエナサー L で砲撃型なんですけど、これは昔の暴れてたルシの神化ですね。それの主友情と一緒でして、時代感じますわ。で、しかもユークリなんで、もうそういうキャラクターが降臨で、しかも簡単に作れるようになったのかと、まあ、しみじみ思いますね。SS は移動できない代わりに火力に加えて確定麻痺効果ですね。こうやって巻き込んでますけども、両方と麻痺ってるんで、動きを止められるっていうメリットもあります。まあ、結構豊富なアビリティに降臨では優秀な友情コンボ、確定麻痺 SS って感じで、これはま、全体的に高水準ってやつですね。秀才ですわ。まあ、昔ね、クイバタが最初作った方がいいとか言ってましたけども、これ今から始める人にとっちゃ結構羨ましいですね。で、UA コイン勢ラストがアマジティタマキ。まあ、対応は希少性の高い魔法陣原則株対応ですけども、ちょっと汎用性低いですね。レアすぎるんで、こういうクエストあんまりない。で、友情コンボはトライデントレーザー L なんですけど、そこに友情ブーストが乗るんで、砲撃型並みですね。1.5 倍の力を出せると。で、SS ちょっと長めですけども、停止後にタコ足の範囲攻撃でして、まあ、殲滅力ありますし、まあ、タコ足部分には弱点倍率とか属性倍率乗るんで、狙ったら火力出せますね。ちょっと浴び対応は主要じゃないですけども、それの引き換えに、友情ブーストトライデントレーザーもあった感じですかね。まあ、ちょっと希少すぎるんで、さっきの2体よりか評価1なんか下がってますけども、まあ、将来性で言ったら高いですし、作るのは簡単なんで、そうもないかなと思います。で、二段氷にラスト、エンデバー。ナビ対応がダメをウィンド地雷対応って、汎用性だけでなく、底力 M を持ってるんで、火力もピンチの時に跳ね上がりますね。で、友情コンボも超強ブレスなんで、阻害されないですし、火力に貢献できると。で、SS なんですけど、追撃部分割合攻撃らしくて 20% の、場面によっちゃ大ダメージ出せますね。分身の HP 高かったり、まあ、単純 HP が高い敵だったりで。降臨で割合は相当、優秀。まあ、というものはなんか全体的に降臨とは思えないものが揃ってますね。で、現状の仕事で言ってもザナドゥがありますし、あそこ割合攻撃すごい強いんで、運枠としてかなり使いやすく、で、他のクエストでも活かせますからね。で、作成方法はヒロアカのクエストを周回していればついでに作れるんで、さっき言ったの優先するキャラクター作りながら、このエンデバーも作れるっていう一石二鳥ですから、まあ、エンデバー作るために他のクエストも周回していきましょう。はい、という感じなんですけども、結構これまでのコラボでも歴代1位ぐらいの降臨キャラの豊富さでしたね。特殊な SS だったり降臨キャラとは思えないものを持ってたりって感じで、ちょっと優先とか言いましたから、その優先が多すぎますね。まあ、とりあえず毎日直ドルクエスト1回回って、UA コイン回ってって感じですかね。そういう状況っすわ。で、ちなみになんですけど、一覧降臨復刻してまして、まあ、さすがにちょっとね、時代が1年前なんで、厳しいですし、情報修正もなかったんで、まあ、この辺はほとんど二段降臨終わってからでいいと思いますけども、まあ、中でも強いと思うのは、オールマイトですかね。UA コインで作りやすいですし、今でも通用する高い攻撃力とか、浴び対応も結構少ないとこなんで、まあ、オールマイト、イレーザーヘッドあたりは、UA コイン回りながら、ついでに作っていいんじゃないかなと思いました。まあ、それ以外の降臨書庫にいますけども、まあ、一旦二段降臨を終わらせましょう。まあ、というわけで絶対に作るべきヒロアカ、これは運極でした。まあ、今日から。でも間に合うと思うんで、やっていきましょう。よかったらコメント欄か皆さんの意見感想をお待ちしております。このキャラ作った方がいいよとか、このキャラここは強いよとか、どんどんお待ちしております。あとついでチャンネル登録をしていただけるとこんな感じで、毎日放送動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、ウルトラ。